さあ第122回ランキングバトル決勝トーナメント1戦目、少年 VS ケブラ。何それ上りで出すゼネスト、これもなんか立ち回りに彩りを添えている。ジャブに残る、あーそれも失敗。イズボアレ気配に気配に、あーディーカウンター、起き止め、白いだ。お互いゲージがない状況、下がっている。サイク使う、飛ぶと分かっているところでは青を使わないというものもなかなかいいゲージ感じ。最後はハイジャンプで受け身狩り、一本選手ケムラ期待。ここはサマロスサイク、マイバックオブ状況、マイルデラは暴れ差し勝っているケムラ。サイドメア読んでいる、スライド分身を潰したが、おっと絶妙な瞳。いやミュース選手の匂いがガンガン、おっと引っかかるか。そしてそこでゼーネを絡めてロッピーが届く、大きめグレーブリガー手段ミリジー、なーおっと引っかかった。そしてここを逃さない、しっかりかすって裏回り、ピーファン、インバウンドを透かした。しかしここでなんとか置き詰めるばかり、あーダメです、引っかかる、出ない。リーダー君ゲラウカード、ここは押し込んだ、ゲージを使わせる、下範囲から潜るギャラリー、ギリギリ届かず。最後はニュートラル、キンエスマイラル勝ったのは少年。いやー素手で